クニオ君の熱き戦いが再び始まる。ダウンタウン熱血物語スペシャル。物語はある夜クニオが謎の二人組に襲われるところから始まり、突然の告白、さらには土下座、そしてクニオの親友リキの彼女が突然の失踪。この夢見町に何かが起きている。クニオは事件の真相を調査することに。15時から23時までの間、自由に夢見町を探索できる。河川敷や地下駐車場、夜の繁華街、ゲームセンターなど隅々まで探索しろ。時には困っている人を助けたり、住人に聞き込みをすることで手がかりが見つかるかもしれない。疲れたら戦闘で一休み、3日間をフルに活用して事件の真相にたどり着け。事件の鍵を握るのは霊峰四天王と呼ばれる強敵たち。何度やられても立ち上がる不死身の男、木下。卑怯な手もいとわない策略家、平。四天王最速の男、望月。霊峰四天王のヘッド、小林。他にも街を探索していると喧嘩を仕掛けられることも。そんな時はコンボや必殺技、豪快な超必殺技を叩き込んで返り討ちにしてやれ。ストーリーモードは2人で一緒に遊ぶこともできる。協力プレイでもっとはちゃめちゃなプレイを楽しめ。時には運悪く思わぬ強敵に負けてしまうこともあるだろう。そんな時は服屋で装備を整え、アイテムを購入して美味しいご飯を食べてリベンジだ。自分好みに育成して最強を目指せ。そして運命の日、3日間の行動次第で物語の結末が変化する。夢見町に渦巻く悪の陰謀を突き止め、運命の戦いに勝利するのだ。ストーリーモードをクリアすると冷血硬派山田くんモードが遊べるようになる。ラスボスとして登場した山田を操作して事件の裏で暗躍する悪の物語を体験せよ。そして物語を紡ぐ新たなストーリー。本作には親友の力視点で描かれる追加イベント、力ストーリーを新規収録。次々に巻き起こるはちゃめちゃな出来事を乗り越え、誘拐された彼女を助けることができるのか。熱血物語のもう一つの結末を見逃すな。またクニオくんの三国志だよ全員集合のセーブデータを持っていると、ゲーム開始時から遊ぶことが可能だ。ファイティングオブダブルドラゴン。本編で激闘を繰り広げたキャラクターたちが対戦格闘風アクションで大暴れ。総勢14体の個性あふれるキャラクターたちを使用可能。お気に入りのキャラクターでトーナメントを勝ち上がり優勝を目指せ。ピンチの時は一度だけ発動できる超必殺技で大逆転を狙え。トーナメント中はスコアを稼ぐボーナスステージも登場。優勝すればスコアをランキングに登録できるぞ。条件を満たせば隠しキャラクターが乱入することも。インターネット対戦にも対応。遠く離れた友達とも思う存分戦うのだ。ボスキャラが一堂に会して繰り広げる格闘アクションを遊び尽くせ。ダウンタウン熱血物語が現代によみがえる。ダウンタウン熱血物語スペシャル、10月12日発売予定。早期購入特典もゲットしよう。